今日日中の最高気温は北見市で36度、札幌で35度などと予想されていて、気象台などは道内全域が危険な暑さになるとし、熱中症警戒アラートを発表しています。宗谷地方と釧路、根室にはこれまでに発表されたことはなく、全道に発表されたのは今回が初めてです。今日36度を予想している北見市の隣、美幌町では熱中症予防としてエアコンのある公共施設5カ所をクーリングシェルターとして町民に開放しています。熱中症予防に役立てていただきたいと思っておりますので、ぜひこれをご利用お願いしたいと思います。今日も外出を控えるなど熱中症に厳重に警戒をしてください。